メだ。受け取れない。言っただろ。すげえ情けないんだ。今までも、ずっと情けなかったけど。あんたや、そんな都合のいい夢を見るだなんて。それは、そうだよ。いつか借金をすべて返して職人として一人前になったら、ああそうだよ、俺はあんたに待っていてほしかった。ずっと俺を迎えに。俺は12時に魔法が解ければ元のしがない灰かぶりになるんだぞ。俺はあんたを、俺は弱くて情けなくて本当にどうしようもない男だぞ。あんたを思って別れを告げたのに、あんたを幸せにしたいからとか、愛したいから離れたとか、そういう俺の決意とか、覚悟とか、いろいろ無駄にする気か。俺はあんたを都合のいい女にしたくない。俺といれば、この先ずっと、苦難の道かもしれないんだぞ。ゆりか、12時の鐘が、いや、やっぱりダメだ。もう時間だ、お姫様。俺はまた元の灰かぶりに。今日は楽しかった。久々に会えて嬉しかったユリカ。本当の俺を知っても、まだ俺を好きだと言ってくれるのか。俺は生まれつき運がないんだ。要領も悪くてさ、金がなかったら、そう思ってたんだけどな。俺が何を必要としているのか、本当は何が欲しいのか、俺は、ずっと俺の真の姿を見て欲しかったんだ。12時に魔法が解けて、綺麗な服がみすぼらしい服に変わっても、その下に隠された、本当の心に気づいて欲しかった。世の中は理不尽だらけだ。夢なんか持っても、
叶わないことの方が常だ。だから俺は最初から夢を見ることを諦めて、でも埋められるはずがなかったんだ。そうこうしているうちに俺の心は灰色に染まり、手に入れたグレーな金でそんなどうしようもない現実に、未来に絶望していた俺の前に現れたお姫様ユリカ。あんたと過ごした時間は、あんたはどうしようもない俺のことを愛してくれた。俺はずっと夢を見たかったんだな。全てをなくしてようやく気がつくなんて遅いかもしれないけど、ああ今の俺には金はないが夢がある。そして目の前には俺を探し出してくれたお姫様がいる。都合のいい夢を見るなんて許されないと思っていた。いくら改心したとしても今までやってきた行いは変わらないからな。それでもユリカ、俺にまた夢を見させてくれるか。ユリカ、俺はあんたを愛している。約束する。もう二度と話したりはしない。目の前から消えたりしないと。だからどうか俺と結婚を前提に付き合ってください。これでめでたしめでたしというわけか。我ながらいい仕事したな。奇跡の魔法の代償は何かね。未来の天才ガラス職人シンデレラが作った最初の夢の形を一つだよ。
私、シンデレラは、アリス・ユリカを妻とし、良き時も、悪き時も、止める時も、貧しき時も、やめる時も、健やかなる時も、共に歩み、他の者によらず、死が二人を分かつまで、愛を誓い、妻を思い、妻のみに沿うことを、神聖なる婚姻の契約のもとに。では、誓いの証をここに。って、今はガラスの靴しか送れないけどな。まあ、今回は疑似結婚式だし、本番はもっと。いや、そりゃそうだけど、途切れることのないわ、じゃなくてもいいのか。そっか。まあな。このガラスの靴は、あんたに会いたくて会いたくて。そうだよ。運命だ。もしかして、あの時の恋教え鳥が教えてくれたのかもな。なあ、つがいの鳥って知ってるか？つがいの鳥は、雌雄がいつも一緒の鳥。つまり、夫婦なんだってさ。昔さ、つがいの鳥のガラス細工がうちにあって、俺はそれを大切にしてたんだ。つがいの鳥は、赤霊と言って、何でも神様がこの鳥の動作を見て夫婦の道を知ったという神話に由来してるらしい。で、この鳥はいつも一緒だから、片方だけでなく両方大事にしてあげなさい。そして大事な人が現れた時、そのつがいの鳥の片方を渡しなさい。そうすればもう二人は離れ離れになることはない。でも、俺は大事に大事にしていた恋教え鳥の片割れを壊してしまった。すごく悲しかったのを覚えてるよ。何度も何度も自分を責めた。だって、俺のせいで、つがいの鳥はもう二度と大事な人と会えなくなっちまったんだからな。時が経って、そんなことも忘れかけた頃、あんたと出会って、ふとした瞬間、あの時のつがいの鳥を思い出した。でも、あんたに渡したくても、つがいの鳥はもういない。それと同じように、俺ももう二度と大事な人とは出会えない。そんな運命をどうしても変えたくて、やり直したくて。つがいの鳥の代わりに、このガラスの靴を作ったんだ。つがいは二個で一組となるもの。靴だってそうだろ？ああ、そうだよ。多分、恋教え鳥が教えてくれたんだ。愛する人とのつながり方ってやつをさ。まあな。さすがにあの時と同じものは難しいけど、やってみるよ。お互いを助け合うのが夫婦ってやつか。
そうだな。俺の夢を見守ってくれるあんたがいるなら、幸せな時も困難な時も心を一つにして、ゆりか、目をつむってくれ。俺はあなたをいつまでも大切にして幸せにします。そしてあなたを生涯変わることなく愛すると誓います。あなたに誓いのキスを。